認識機構を利用した化学センサの総称すなわち酵素やイオンチャネルなどにより基質特異的な物質の変化移動に伴う化学ポテンシャル熱あるいは光学的な変化を信号変換器で電気信号へ変換する装置である例えばイオン間応性電解効果トランジスタに酵素膜を被覆し酵素反応によりイオン種濃度が膜内に 増加するように素子を作成すると、そのセンサは、資料中に強雑物中が多くとも、その酵素に得意性を持つ機質の濃度に比例した、電気信号を得ることができる。バイオセンサの原理は1962年に、リーランド・クラークにより提唱され、最初の論文は1967年に、アップダイクとヒックにより報告された。その報告は、 高層ゲルを使って探知した電極により、気質の有無を検出する系についてであった。代表的なバイオセンサーの種類を次に挙げる。電気化学、バイオセンサーは、電気化学センサーの一種で基本となる電極の性質により、電流を検出するアンペロメトリックセンサーと、電位変化を検出するポテンショメトリックセンサーに、対別される。アンペロメトリックセンサーでは、 酸素電極や火酸化水素電極を基礎としたグルコースセンサーなどがすでに実用化されてはいるものの安定性などにも依然として課題が残されておりその解決のために酵素の固定化法でスペーサー分子を導入したりポリマー分子を同時固定などの報告が見られる原理的な面でも酵素の反応による酸素や 過酸化水素などの電極活物質の濃度変化を、電解電流として検出する従来の方式ではなく、酵素分子と電極との直接的な電子授受,受を行い、酵素反応における電子の流れを電気信号に変換する試みが数多く行われてきている。この原理のセンサーは、測定対象物中の溶存酸素の影響を受けず、オキシダーゼ反応以外の酸化還元酵素にも、 適用できる利点を有しており、酵素反応を電気科学的に制御するという意味でも注目を集めている。ポテンショメトリックセンサーでは、小型化、集積化を試行して、イオン間応性電解効果トランジスタのバイオセンサーへの応用研究が進められており、イオン選択性電極との組み合わせでは、アンモニア電極を基礎とした尿素センサーや、H 電極を基礎として、 タンパク分解酵素を固定化したペブチドセンサー、インベルターゼ、グルコース、フルクトースオキシダーゼ、グルコノラクトノロゼといった複数酵素を組み合わせた初等センサーが報告されている。ニンテンドー64位のバイオセンサーかつてニンテンドー64の拡張オプションとしてセタ社からバイオセンサーという名称の心拍系が販売されていた。 これは耳たぶにクリップを装着して心拍数を測定するものであった。蒸気のバイオセンサーとは原理や目的が異なる。ありがとうございます。